今夜もあなたにリンクリックポッドキャストガールズパンチ今夜もあなたにリンクリックポッドキャストリンクの海月ラナと黒田レイですこの番組では私たちの普段の活動だけでなく裏話だったりプライベートの話も交えながら水曜日のこの時間毎週あなたのハートにクリックしていきますよ今日もこの後夜12時までお送りしていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします そして番組公式の X、q ツイッターもありますので、リアタイポストもお願いします。ハッシュタグ、リンクリックでポストしてください。フォローもぜひお願いします。さらにこの番組のポッドキャストもありますよ。その週のハイライトや番組本編で放送できなかった未公開音源などをお送りします。詳しくは番組公式 X をご覧ください。さあ、あっという間に2024年も上半期が終わろうとしています。そうですね。あとあと一週間もない。やばい。 早くない,やばいです早すす早ぎます今年に入ってまずしてたのは最初 IQ プロジェクトの私たちが所属しているプロジェクトのみんなで新年会したりボーリングしたりキャナルシティで初ライブしたりそんな年始だったんやけどそっからあっという間に上半期が終わりツアーが始まりみたいな。 この調子であっという間に2024年終わりそうじゃないいや、ですね。ねえ。なんか、本台風のように。じゃあさ、上半期で、結構思い出に残ってること。うわなんなんか言い合わん結構いろいろあったけど、ラナ言っていい一個あるっちゃけど、えっと、先日、あの、私と、学生メンバーのキューティーちゃん。はいはいだから、つまりリンクのゆうみさん以外で、はいはい大阪遠征した、あの日が、め めっちゃ楽しくて <laughs> あのなんか5人1つ屋根の下で泊まったんですよ初めてね、はい、いつもはホテルで2人部屋とかなんですけど、はい、その時はこう民泊って言って、うん、みんなでお泊まりする大阪の住宅みたいなところにねんかキャンプみたいな感じで泊まってんか初めて5人とゲームしながら夜ご飯食べて<わ>お風呂も。 5人でね、先行きたい人みたいな、行まあ私は逆に先輩順やけど、基本、先にお風呂入るの嫌で、ちょっとゆっくりしたい、はやったけん、キューティーちゃんたちがじゃんけんして決めて、その中に3番目ぐらいに入れてもらって、なんか覗いてくる子もったり、夜までみんなでね、パックして遊んだり、なんか、パジャマで誰にも公開できない TikTok 撮ったりね、超楽しくて。 かったですねあれ上半期の中でも結構思い出ですあれはえそうですか意外しかったそれが思い出とはレイはえレイは本当にあんま記憶がなくてでもいろいろ楽しかったことも嬉しかったこともあるんですけどなんだかんだ好きだなって思う瞬間はメンバーで練習集まってる瞬間とかが一番楽しいのかもって思ってますねいつもなんか練習のふとした時に笑いが起こるもんねははははいいいい それが一番好きですめっちゃいいことじゃないレッスンが楽しいことね。ね。私たちはレッスンがお仕事みたいなねところあるからさアイドルってなんか基本レッスンやん毎日のスケジュールアイドルって忙しいでしょとか言われるけどお仕事とかで忙しいっていうより練習で忙しいもんね。ですねうん これからもまあ練習が一番ね長い時間メンバーと一緒にいるからそういう思い出も増やしながらライブの思い出だったりいろんなお仕事がリンクでできるように頑張っていきたいですねそうですねというわけで下半期も皆さんリンクをよろしくお願いしますそれではリンクリックどうぞ今日も最後までお楽しみくださいガールズパンチ今夜もあなたにリンクリックホットキャスト 最初のコーナーはメールをリンククリリック<ー>リスナーのあなたからのメッセージを紹介するコーナーですはい今週もたくさんメッセージ頂い,いてますのでご紹介していきたいと思いますはいまずはラジオネーム峠のよもぎもちさんからです、はい ナナさんれいちゃんこんばんは,こんばんは近頃めっきり暑くなりましたねはい,はい、はい、この時期になると仕事はもちろん,うん、うん、休日のお出かけの時も飲み物や塩分タブレットがマストアイテムですさてアイドルのお二人に質問です、はい、夏のライブに絶対持っていくものって何かありますかうわう確かに大事ですね暑くなってきましたもんね、えー いやでもこの夏のライブ、うん、というか、まあ、年から年中なんですけど、うん、リンクの中ではラナさんが保険係としてねみんなのね体調管理というか、うん、あの声がけ担当。はい みんな塩分チャージなめた。はい、塩分チャージなめた後に水を二百ミリリットル飲むまでがセットよって毎年夜ね <laughs>、はい。毎年あのグループラインになんかしおりみたいなやつ <laughs> 送ってくれるんです。いっぱいその夏の対策、うん、予防する説明の画像をラナさんが送ってくれます。そうそのあの対策の画像にね、うん、絶対にマッスに書いてるのは一、うん、えっと朝ごはんは必ず食べる。はいはいはい。二 そそうそう力が出ないからね、うん、エネルギーですねそうで2水分は喉が渇いてなくても飲むはい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 で3体調悪いなって少しでも思った瞬間に必ず誰かに報告するはいはいはい、はい、これがマストなんです、はい、入ってますねそう毎年でしょはい <laughs> きつくなってからじゃ遅いっちゃうもうきつい時にはライブ出れんけん確かにか違和感を感じたらまず言わないと後輩メンバーって気遣使って言わんけんさはいでも言わないってことの方が迷惑かかるってことを確かにそう言いたい毎年言ってますら何そうそうそう言わん方が迷惑ってそうですそうですんかこれはでも職場の皆さんにも当てはまると思うんで確かに絶対に朝ごはんは炭水化物を取っとくで飲み物喉乾く前にもうとりあえずね 飲み物絶対持っ,とった方がよくない確かに 500ml 以上のペットボトルは絶対に買っておくべしそして、えー、体調が悪そうだなって思った瞬間も朝職場の上司に報告しましょうと、はい、いうことで、うん、まあこの,あのよモぎもちさんは「はい、持っていくものは何かある?」って聞いてくれとんやけどえっ夏んかある夏え夏なんか本当に対策とかし,たしてないタイプででもあれ持ってるイメージあの ファン,ディファンあでもあれ充電が切れたらもう使わなくなるから家で放置してるんで、うん、ガチへ、はい、えー、だからたまに汗拭くシート持ってるか持ってないかなぐらいで、えー、毎回じゃないんやはい女子力ないんですよえー、ラナーは絶対に持ち歩くものがありまして何ですかタウリンですね <laughs> あのタウリンっていう栄養ドリンクなんですけどはい,はい、はい タウリンが三千、はい、配合された栄養ドリンクを必ず飲むっていう。それ夏じゃなくても思ってません?それ。あ、正解。三百六十五日、タウリンとともに生活してます。大事ですね。本当にあれ飲むとね、なんか、お守りみたいなところもあるかもね。ね <laughs> でも飲みすぎは注意ってよく、はい、あのコメントいただくんで、うんうん、今年の夏も飲みすぎない程度に。一日一本で、生活していきたいと思います。はいはい、頑張ってください。というわけで。 峠のよもぎも餅さんメッセージありがとうございますありがとうございました続いてはレイが読みますはいララさんレイさんこんばんはこんばんはこの前のレイさんのアイドルなのに雨でずぶ濡れドジ話大変面白かったですほ<う>ピンクメンバーがラジオで話した上半期エピソードトークとして、うん、ベスト3に入ってると思います<ー>あくまで個人的な意見です、うん 最近の僕はドジ話ではなく逆にラッキーなことがありました、うん、ラジオでクオカードが3000円当たりましたいいなぁパーッと使うことも考えましたがラジオ好きの僕としては使うのが惜しくなり記念に取っとくことにしました、うん、二人はもったいなくて使えないよと思ってずっと持ってるもの大,大事にしてるものはありますかということですねなるほどえー、結構でも、うん、レイは、うん、もったいないというか 捨てなんかで使うかもって思っちゃうタイプだからあ、うん、あの学校の教科書とかも撮ってるタイプですガチ何で使うねんえでもなんかいつか売れるかなとかああ<ー>でも多分売ろうと思った時とかにはもう教科書自体変わってるから多分捨てる羽目になるんですけど、うん、服とかも着ないのにあ撮影でいつか使うかもあそれはわかるっていうのを考えて、うん、もう300着ぐらい着てないのあったからこの前大掃除してガチ やっっと捨ててました何年分着かんないですもうちょこちょこした半ズボンとかも出てきてええそれさ逆に300着も家に受け取ったのすごくないもうあの閉まってたんですへえじゃあさ使わないタンスみたいなはいはいはいタンスボックスがあったってことよねそうですへえだからさ段斜里大好きなんよ なんか物を捨てると気持ちよくなるタイプやけんめっちゃ捨てるんよえすごい昔はめっちゃ同じやったよ撮影で使うかもやし自分があんまりさ着らんような服でもさ撮影でなんかフリフリ系を着てきてとかなったりしてさ唯一持っとるフリフリ系をさ捨ててしまうとさうわああれストンでこよかったってなったりするもんねあとなんか色味ピンクのやつマストでとか言われたらうわこの前捨てたとかなって。 ね、ああ捨てんどこうかなってなったりする気持ちも分かるっちゃけど、はい、そのものがあると、うん、新しいものを買えんくなるやんなるほど確かにそうで捨てた時ってねめっちゃ心スッキリするじゃん、えー、それをなんかここ1年ぐらい実感しとって、うんはい、バリジャンジャン捨てるようになったんお<ー>この1年ぐらいがなるほどやけんこの前も5着ぐらい捨てたんよねえっ、ー、<え>そう,そう捨てたらスッキリせん ですっきりはしますね確かにやろうでもためちゃうタイプなんやもったいないじゃなっちゃうこれ2タイプあるもんね人間にねえリスナーの皆さんはどっち派ですか確かにちなみにラナが捨てられないものこれあるあるの人もおると思うけどちょっと高いお店の袋めっちゃわかるいこれこれやばくないこれ結構あるあると思うえ めっちゃでだろこれやばいなんか女の子で言ったらデパコスとかプレゼントでもらったちょっと高い化粧品の袋プレゼント用にしてもらったちょっとかわいい袋捨てれません捨てれませんこれでしょ捨てれんやろしかも袋やけんあんまりかさばらんけんまあ取っとけるやんはいわかりますでもそれどんどん積み重ならんかりますで結局使うも なんかこのデパコス使いたくないなって思ってその袋使えるんでやろう、えー、で結局使わんのにステンケンたまるとですやろう、うん、これ結構よくない結構これ共感しますよ女子<え>の方が多いかもな、はい、あとちょっと高いさ服屋さんの袋とか、うんうん、なんかちょっと頑張って奮発した財布を買おうとするその時に財布とか買ってもさ高いお店って いい袋バリでかい袋とかくれるやんはい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 捨てれんよね捨てれないです捨てれんけど使えんよね気軽にああ結構いい線いったと思うよめっちゃいいですそれなんかぜひリスナーの皆さんの捨てれないものもあったら教えてくださいはいお願いしますというわけでありがとうございましたありがとうございましたじゃあ最後いきたいと思いますはいえと最後ねはい最後はラジオネームたくみさんからですはいラナちゃんロダちゃんこんばんはこんばんは いいよいよ本格的に暑くなり夏が到来してきた感じしますねはいリンクも全国ツアーが始まったり台湾ライブやったりと今年も盛り上がる夏になりそうですねうん、うん、さて夏といえばプールとか海とかその他もろもろ夏らしいことがこれからたくさんできると思いますが 2>,、はい、2人は今年どんな夏を過ごしたいでしょうか、うん、家族やメンバーとやりたいことはありますかままたた夏夏ののの思いいい出何かあれば聞きでですすすライブ楽ししみにしてますとのことこ えーそうですね,ね<ー>夏はでも毎年多分アイドルあるあるですけど、うん、イベントとか練習とかで多分夏のイベント何も参加できないっていうね、うんはい、同じです <laughs> プライベートないですですよね夏のアイドルあるあるそうなりますよねプライベートで遊ぶことないでその後のまの9月の後半とかにちょっと夏休みいただきたいなって気持ちありますよね 今年もいただきたいなみたいなところありますけど。今年もいただけたら嬉しいですね。じゃあもしいただけたらどうしますか。うわあそうですね。えでも本当はあの祭りがある日に浴衣着てそのなんか歩いて神社とかで花火を見たいです。プラベで。はい。ちゃんとそれをしたことなくていつかしたいなと思っておりますね。ラナはママと夏の旅行行きたい。ええいいな楽しそう。 春の旅はいはいはい周年のあとに夏の旅行行かしてもらってわあ楽しそう夏の旅行熊本とか行って食べ歩きとかしたいあやいいですね夏あと大分とかでもいいしんか風鈴を聞いて何も考えない旅館に泊まりたいいいですねやろうなんか想像できちゃったなんかねあの春夏秋冬の旅行行きたいとそういうことですか春夏秋冬 全部そう四月四ヶ月に一回なんか三日間の連休くれたらできるんで。うん、確かに。いつか叶えたいです。よろしくお願いします。聞いてますかね。聞いてないですね。<laughs> <laughs> まあそんな。 夏を過ごして、はい、まあねあの家族と旅行はできないけどうん、うん、メンバーと今年はツアーがあるということで確かにあのメンバーと旅行のようにツアーを楽しみたいなって思います、うんはい、各地で思い出作りましょうですねファンの皆さんも是非全国ツアー遊びに来てください詳しくは番組の最後でお伝えしますので最後まで聞いてくださいということでメッセージいかがでしたかこの番組ではあなたからのメッセージふつおたもじゃんじゃんお待ちしています、うん 今夜もまたにリンクリックホットキャスト。続いてのコーナーは久々にこの企画です。ここが変だよリンクじゃーん。イエーイ 私たちリンクメンバーのちょっと変わったところ変だよっていうところを暴露してトークしていこうという時間です最新バージョンですはい個性豊かなリンクメンバー多いんでねはいそう楽しみですね楽しみなんですけれどもそう今日はどっちからいこうかな口じゃんけんに行く口じゃんけん行きましょう最初はグーじゃんけんグーおっ負けたどっち決めていいよじゃ前半で OK ではじゃあレイが発表していく ここだよ、変だよ、リンクちゃん。お願いします。はい。レイが思う、ここが変だよ、リンクちゃんはラナさん、自分から、ボケたがるあえ<おー> <laughs> <laughs> でも、結構好きなんですよね。うん変なんですけど、やっぱラナさん。うん、結構、ラナさんのボケって、あの、し、しけるっていうか。うし、うん、らけるまでが、ボケの範囲内。うん、はい。それがお笑いじゃないですか。はい。それを分かってて、 もう毎回自分から行くのすごいなと思っててああ<ー>、うん、そういうことねうんうんちょっと引っ張つけしますって言って、うん、いきなりしだすから、うん、変だけどいいなと思ってますありがとうございますでもその一個思うのはララさんって自分からボケる時より普段の方が面白いんですよねそれなにわかるですよね 今日はね2人でバスできたんですけど、うん、本当に多分天然なんでしょうね <laughs> も,うそのもうボケとかじゃなくてその多分あの時間がいっぱいあるからバスの中で、うん、TikTok を見ようとしてラナさんが <laughs> TikTok を開いたわけです、うん、したら音量マックスで, <laughs> 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 でも他ものお客さんいるから恥ずかしくて「<laughs> やばい助けて助けて助けて」なん <laughs> 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 も助けれんから音量のことは。<laughs> どううしようと思ってそのさなんかあの急いでる時ってさ <laughs> なんかパニックって <laughs>、ね、音を小さくなるボタンを押せばいいのにさわかる指がパニックになってさ押さずに <laughs> 助けて助けてレイに助けれん <laughs> 何も助けれん <laughs> <laughs> なんか止めてっていうのがねもうラさん変だなと改めて思いましたね確かにだって今考えたらシュって戻せばいいだけかですですシュってするかスマホ押さえればいいのになんでやろうわかんないそういうところだけなんかねあの反射能力ないっちゃんね瞬発能力がないなんでですかね突っ込まれたらね でもラナはこういう面白いことをね自分の面白いことをもっとメモしとけばいいのに人の面白いことはいっぱいメモがあるけどね確かに確かに確かにだからなんかまあこのラジオでね、うん、あの披露できるようにためていきたいと思います <laughs> お願いしますじゃあ続いてラナが思うここが変だよリンクちゃんは森と沢ちゃんおっ まあ珍しいやろいつもねあ,のあかりとかがよく変だよって言われると思うんですけどサワはわ、い、かりますねっ確かにサワってめっちゃメンバーのことを見てるんですよだからメンバーの SNS とかも全部チェックしとるとでなんかいきなり「ナナさんの」 この前の前 TikTok のモノマネしますとか言ってバリバカにしてくるんです、うん。でンってやってきて。<laughs> おいバカにしとんなっていう一連の,あの仲良しな流れがあるんですけどとか<い>あのみなみさんのこの前の真似しますみたいな今日の夜ご飯はってやってきたりとかね <laughs>、うん、ああ見えてあのメンバーのことを小バカにするっていう特技を持ってます <laughs> 確かにででも一番変変態じゃないです本当変人確かにみ見てて真似できてうん、うん いろろい知っっててるからメメンンババーーーーののストカことですやってます森藤さん意外とリンクオタクかもしれないですよ多分このラジオも聞いてますよきっとだってさ「この前まるって言ってましたよね」ってさなんで知っとったっていうことないもしかしてあの動画見たととかさあのラジオ聞いとったとっていうことめっちゃあるもんねでですすうわ変態沢さん ちょっとこの夏危険です。ツアーでずっと一緒にいるから、サワになんかなんか隅から隅まで見られてそう。裸裸とか好きやけんねサワ意外とねなんかお尻とか好きやけんねあ見えて暴露されてる。うん本当よ。ちょとそうい変なことをこのねあのリンククリックの。 サ沢のターンが来て、なんか言われんように、暴露されないように気をつけないとね。気をつけましょう。ということで、なんかタレコミがあったら、皆さんも教えてくださいね。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。いや、面白いな、この企画。ね、ラジオを聞いているあなたも、リンクメンバーのここが変だよ。がありましたら、メッセージで送ってください。はい。面白いタレコミ、お待ちしています。メッセージ、お待ちしています。ガールスパンチ、バッテン少女隊の。 バッテン少女隊のタルノキーナと葵りるわです RKB ラジオでお送りしているガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊はポッドキャストでもお楽しみいただけます Apple、Spotify、Amazon Music Google Podcast などでバッテンラジオ隊と検索してフォローをお願いします